ママにお願いします。こんなに恥を晒したのきっとレイス君もかわいそうだと思って来てくれ。あっ、ちょっと、この季節がやってきました。新キャラユニット出ました。レア相関に参戦すべくいろいろユニットをね調べたんですけど、もう最初ビジュアル見た時からあ、この子だって決めてたのがあります。多分皆さん私のね今までのタイプのねユニットをねもう把握してる頃かと思います。せーのでいきましょう。せーの、レイス。私は狙うのはもうレイス一択です。ベスティもちょっとかっこいいなと思ったんですけど、やっぱりレイスです。で、ちょっとレイスがどのような効果のあるユニットかはまだ見てないんですけど、私実は新キャラ出るよってなった時にあのいろいろ攻略情報とか出るじゃないですか。最初は見ないんですよ。ストーリーを、まあ、最近だったら星7のユニット出るので星5、星6、星7をちょっと一通り読んだので、ほー、こういうストーリーなんだ。ユニット引けたらどんな効果なのかを見るようにはしてるんですけど、今回も今まで通りストーリーだけは読んであります。レイスはですね、というのはね、まあ置いておいて、私はさっさとねレイスと出会いたいので聞きたいと思います。私はですね、ちょっと今回は是が非でもレイスを引きたいので20連に挑戦します。そして5回に1体プレゼントキャンペーンなので合計24体、4体プラスされるわけです。さすがにレイス君出てくれるでしょうと思います。レイス君はですね、実は6鎧の開発で、あのね、最初その文章を見た時に6鎧シリーズ何それって思ったんですよ。でその文章を読むと、なんか6鎧のナンバー5とか6とかあるんですよ。ちょっと見てくださいよ、これほら、ナンバー1という数がなんちゃらかんちゃら、ナンバー5というのが刻まれていた。こいつらメルキオとあのカニはレイス君が作ったんですよ。こんなに飾ったらさすがに出てくれるよレイス君。来いレイス君、壊れろ。持ってるよ。あ、でもブレーカーですって。よし、この調子でいこう。物欲センサーとか言うんですけどね、私は物欲が抑えないタイプなんですよ。抑えられないタイプなんですよ。なんで抑えずにぶちまけていこう。レイス、レイス、お、いくよ。扉が開けた。レイス、レイス、レイス、レイス。あー、なるほど、嬉しい。なんか前欲しかったグロ G が出た。ブレーカーだ、グロ G 出ました。前回あんなに願って出なかったんですけど、いきます。レイス、レイス、割れてください。割れろ。あーあー、アディ、こいつもね五行の中ではかなりいい方なので私も持ってるんで、どっちのタイプを優先して残すか決めて納入します。いきます。レイス君はその六鎧を探す旅に出てたんですよ。自分の作った六鎧をちょっと探そうみたいな、回収しようっていう目的で動いてたんで、私自身が六鎧のナンバー3ぐらいになれば多分レイス君迎えに来てくれるかも。1階から迎えに来て。お、ここだよレイス君、ここだよ、鎧着てるよ。ああ。おー、でもディアナブレイカーだ、嬉しい。休みましたよ、ミササギさんも使ってましたよ。きっといい子だ。じゃあ5回目いきます。2個だったからいけないのか、ここには3個あるから。あ、もうダメだ、もうダメだ、いっけ。あーん、あーん、あ、でも美人姉さん
このマカロンが私の頭に乗ったらきっとレイス君が来る。これで私は完全武装。これ1個乗せて2つ持つのハードルが高いからこれでいこう。あ、でもこれね、落ちないようにすると物欲が抑えられる気がする。落ちる落ちちゃう。6回目いきます。あ、落ちる気がする。あ、やばい、おりょ、あー、セイガー。いやー、いつ見てもかっこいいけど、嬉しいけど、今はレイス君が欲しい。7回目いきます。多分挑戦のね、高さが足りなかった。あ、ダメだ、私もそんな技術はない。無理だ。でもこの健闘はきっとエイリムさん見てくれてる。この健闘はきっと伝わってるはず。出る。あ、出ない。あー、でも嬉しい。こいつ持ってなかったんで嬉しいです。7回目いきます。これ運命の時だ。7回だからラッキーセブンは我が手中にあり。イエイ、お、開いた。いきますよ。レイス君の鼓動を感じる。なんか扉がドクドク言ってるし、あれ、扉ドクドクしてない。私の扉なんかドクドクしてない。あ、でもレイス君の鼓動、私の鼓動とリンクしてきっとなんか出てくる。待って、みんな何が出た？私まだ見てないからね。うわレイス君出た。嘘。やった。ラッキーセブンの力。見たか、これがラッキーセブンの力やで。いや、テンション上がっちゃった。あ、7連目にしてレイス君を引き当ててしまいましたが、好きなねキャラクターのガチャポンが出た時は、ガチャポンのそのキャラクターを回収するまでやるタイプなんですよ。セイントエーヨのガチャガチャが出た時は、秋葉のガチャ店に行ってゼロになるまで引きましたから、在庫がなくなるまで。そういうタイプなんで、私は貪欲にまだレイス君を狙います。あ、レイス君が出たという気持ちでなんかまだほっこりしてるけど、でも諦めない。この際5人ぐらいレイス君出てほしい。来い。あ、ダメだ。おお、マーリュウ。いや、嬉しいですよ。彼ガンガンって言ってくれますからね。10連目ですね。私1月10日生まれなんですよ。やっぱり10という数字にはすごいね、根深い関係性があるんですよ。だからきっとデイス君出るはず。あー、惜しい。あー、フローラさん、この子が進化してあんなね可愛らしい姿になるとは誰も思わなかった。次、11連目いきます。11は1月10日生まれなんですよ。数字にすると110で11、かなり根深い数字になってます。いっけ。あー、開いちゃった。あー、ファルゴンだ。リアズーム、このリアズーム。次、12連目。12という数字にはかなり根深い関係があるんですよ。私の生まれ1月10日なんですけど、1月の1と1月10日の110を 1+1+0 すると2になるんで、多分12と根深い関係がある。あー、やばい、レイスを引いた時と同じ感覚が。あ、やばい、私の手も脈打っている。やばい、これは割れる。はっ、あ、割れない。あー、でも何が出る。おー、クーラー、いいですね。このクーラーのね、ピチピチスカート、萌えですね。しかも本を持ってる。これはなんかね、ちょっとお色気ムンムンの事務職の女性みたいな感じが。何言ってんだろう。よし、17回目。あれ、13回目いきます。そろそろね、割れますよ。
割れない割れないって来てるから割れる。いけ。あー、ファリスだ。あれ、ファリスって、私持ってないです、ファリス。え、ほら、あれ持ってないですよ。私もう最近なんか持ってないキャラに出会えることが少なくなってきたからめっちゃ嬉しい。どんなストーリーなんだろう。お、ブリクシャ公国第二王女リディスの姉妹ラリオのあれか。もう進化させて続きが読みたい。よし行こう。あー気になる。8回目ですね。14回目。私数える気ないですね。数もう14回目いきます。あー、おー、とうとう虹扉来ました。あ、脈打ってる。あ、これがテイス君の鼓動だもんね。あー、なんかドクドクしてるけど、テイス君の、あ、こうやってやるとなんかレイス君こうやって私のほっぺたにこうやって手やってくれてるような気がする。よし、あ、もう引けてた。でもすごい嬉しい。持ってない。バルフラン、これこそ前回の新キャラですよね。かつて神格の騎士と呼ばれる者と共に神と戦った一人、バリューラの貧しい家庭で育った彼は両親と幼い妹とつつましくも幸せな生活を送っていた。しかしある日、妹が神格の巫女の候補として選ばれ、おお、巫女ですって神域移されることとなり、彼は妹についていこうとするが神官たちに拒否されてしまう。その後、彼は自身の出世を隠し、鍛錬を積み続けていく。いつか妹を守るために戦える日を信じる。神託の巫女って、アークのあれ？これ？あれ？アークのこれですよね。アークの義理のお兄さん？将来の。わー、びっくり。わー、気になる。早く進化させたい。よし、次。次、15回目。あー、なんか、こうやって新しいユニット引いて新しいストーリーを読むと、なんかレイス君は今出ちゃったからなんか新しいユニット来ないかなっていう貪欲な気持ちになっちゃいますよね。大きい声でわーって言って遠くにある瓶を割るみたいなさ、神業。私もそれでいきますよ。あー、おー、割れた。レイス、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 お願いします。まだ見てないですからね。まだ見てないですからね。何が出ました？何が出ました？何が出ました？おお！まさかのベルニル。おお、新キャラですよね。この子も。ほら、中心にいる子ですよ。ちょっと。異界の海洋騎士、魔族や妖精が人間よりも強い勢力を持つ世界において、世界の王に仕えていたという。波の上を駆ける馬を乗りこなし、槍を巧みに操るだけでなく、精霊を介した魔法の扱いにも長ける万能の騎士と称賛されていた。ある日、彼は海洋の異変を調査させようという命令を受ける。しかし、任務中に海上に開いた大穴を発見したという報告を最後に、彼はその世界から姿を消してしまう。お、これな、このシリーズみんな異界の人なんですよね、きっと。わかんないんですけど、レイス君はとりあえず異界の人でした。彼は姿を消して、多分グランガイアとかイシュグリアとかどっちかに関わっていくんでしょうね。あー、進化させたい。16回目いきます。これイケイケゴーゴーですね。あ、ダメだ。やっぱなんか2回目になると携帯サイドも多分なんかパソコンスカイプとかしてるとよくなんか大きい声出すと音量が自動的に小さくなるみたいな、あの機能で割れないようにされましたかね。ハイエルフさん来ました。ありがとうございます。もう可愛いんだよな。やってしまいましたが、うわー、ファルザー、フェルザー、ファルザー、あれ進化すると名前変わるんでしたっけ。最初からフェルザーですけど、ファルザーの気がした。なんかね、コメントにも味噌汁最近野生感が足りない、ガッツキ感が足りないって言われたんで、ちょっと野生感をお腹減ったぜ、あー食ってやるぜ、レイス、レイスを食ってやる。行くぜ。何の変顔だ。
こんなにハゼを晒したんだよ。きっとレイス君もかわいそうだと思って来てくれる。あー、スコット。あ、誰？あー、ファダルファダル。いや、嬉しいです。でもガーディアン嬉しいですよね。なんか最近やっぱ強くなってきたんで、敵がガーディアンの方が持つ気がします。いきます、お願いします。19回目。いや、19という数字はね、特にゆかりはないんですよ。むしろゆかりがない方が何のしがらみもなくレース君が出やすいみたいな。開いちゃった。あ、カニだ。レース君の作ったやつが出てきた。嬉しい。でもよし、次20回目です。皆さん、今日もあれやるって思ったでしょ。やりますよ。ママにお願いします。ちなみにさっきママとの会話で、個人的な話なんですけど、住民票とかそういうのをね、写してないんですよ。愛知県が実家なんですけど、そこからちょっと書類を取り寄せようとして、でもこっちには直接送れないよってことで、ママに受け取ってねっていうのを言って、そしたら送ってねっていうのを言って、どっちみたいなっていう流れがあって、あれとあれどっちみたいな、その流れがね、ちょっとこれを見てください。分かった、とりあえず届いたら連絡するね。住民票か戸籍謄本どっちみたいな。で、私が戸籍の方って平仮名で言ったの。変換できなくて、戸籍で。そうしたら、戸籍外で言わないように戸籍謄本と読みますで、怒られちゃった2時間前にね、読み方をね間違えちゃって、ママと会話したばっかなんで、パワーはね注入されてるはずです。ママもう戸籍って呼ばないよ。私あれ正直、戸籍だけじゃなくって下の荷物も謄本じゃなくて標本って呼んでたよ。戸籍標本かと思ってたよ、ママ。あバカにはくれなかった。なんかあれだね、良き志のために戦う召喚士よ、我が守護を受けよう。ママのね、この私のハズサラスな行動をね、守ってくれようという愛の言葉ですかね。箱入り娘はいつまでも守護を受けてますからいやー、いやでもまだありますから、残り4体。今は5回ごとに1体プレゼントキャンペーンですから、多分今ママの守護が降りてきた。今私はママへの祈りを捧げ、ママのこの守護のそのね、5加護を、ね、賜ったところですよ。賜った、授かったところですよ。ママ来月帰るね。どっか出かけよう。喫茶店行こうね。温泉もだよ。おー、見ましたか、見ましたか。え、なにこれ、ママ伝説すごい。しかも全員星7ですよ。全員星7になるやつですよ。はあ、とうとう見させるわ。星7レベルの神になってしまったか。嘘じゃないよ、本当でしょ。うおー、しかもママは私を過ごしてくれるガーディアンを。嬉しい、やった、やっぱり守護のなんか互角は降りてた。嬉しい。で、アリス見に行きましょう。はい、アリスも出て、あ、ママの互角、守護のパワーでガーディアンしてる。そしてはい、クレアも出て、オブレイカー攻撃もできる、完璧だ。そして最後が、私がね、ママの伝説を作り出したのは確かクエイド、クエイドかんですよ。原点も忘れれてないぞっていうことですかね。ブレイカーとアニメ、アニメだって、アニメは私の趣味、アニマくれました。今日も私は伝説を作ってしまった。これにより解放される我が素晴らしき運命。というわけで、新キャラ召喚は私は2体ゲットしました。あ、カウントしてなかった1人カウントしてなかった3体ゲットしました。やりました、ありがとうございます。これは速やかに育てたいと思います。皆さんもぜひぜひ新キャラ召喚楽しんでください。じゃあねー、ママありがとう。いつもすごいよ、ママ尊敬に値する。やあみんな、チャンネル登録の時間がやってきたよ。パソコンの方はこちら、そして
スマートフォンの方はこちらのチャンネル登録をタップしてください。ぜひチャンネル登録をして最新の動画をチェックラー。本日のブレキューへの道クイズコーナー。それではクイズをお願いします。先月のですよね、有楽の世代ですよね。あー、有楽以外のね記憶が全て飛んでいるんですよね。有楽しか見えてなかった。他のフォルムも飛んでる。有楽以外が有楽じゃないの。だって有楽は熱い男だよ、きっと割れたぜみたいな感じのキャラしてたよ。待って、あ、ルビー。だろうな。何の話だ。よかった、簡単だった。はい、皆さんは正解しましたか。ゆうらくん、ゆうらくん、ゆうらくん